日本語っぽい声の出し方で英語を話すと「HiHow are you doing?Good to see you で」でこれをもう少し英語っぽい声にしていくと「h <laughs> a h a h i h o w are you doing?Good to see you」英語を話す時には英語らしい声の出し方で発音していくっていうのが伝わりやすいコツになってきます。 Hi, how are you guys, and はい、どうも皆さん、こんにちは。ドクター・リー・ングリッ発音ディレクターのドクター・リーです。えー、今回ですね、ネイティブの声って何が違うのかっていうことについて詳しくお話ししていきたいなと思います。で、その後にこうトレーニングもやって、よりこの英語らしい声っていうのをゲットしていただければなと思います。でまず、英語と日本語の声の違いなんですけども、英語の声の質感ですね。英語の声の質感っていうのはこう日本語とかなり異なるっていうのはなんとなくイメージできるんじゃないかなと思います。 あの例えば映画とかあの海外ドラマとか見ててネイティブの声ってものすごく太くよく響くじゃないですかで平均的にネイティブの声っていうのはこうなんですけども日本人に比べてかなり太く響く印象がありますなのでですね英語を話す時にその日本語仕様の声のままいくらこう綺麗に英語を発音しようと思ってもやっぱりちょっと無理があるんですねあの根本的に声の質感が異なるのでどうしてもそのままだと伝わりづらい発音になりがちですなのでやはり英語を話す時には英語らしい声の出し方で発音していく っってていいうのが伝わりやすいコツになってきま,すまたこう発音を上達させる近道にもなってくると思いますじゃあまずは具体的に日本語の声の出し方と英語の声の出し方を比べてみたいと思います日本語っぽい声の出し方で英語を話すと「HiHow are you doing?Good to see you」こんな感じになりますよねでこれをもう少し英語っぽい声にしていくと「HaHaHaHiHow <laughs> are you doing?Good to see you」こんな感じのニュアンスになりますでこれが具体的にどういうメカニズムの違いなのかっていうのを軽く説明したいと思います まず日本語の場合顎に力を入れて固定して喉の開きが比較的こう狭い状態にありますなのでまあ平均的に声がフラットでえっと細いっていうようなえ特徴があります。 で、英語の声の出し方っていうのは本当にこれと真逆なんですけども、顎の力を抜いて、で、喉が比較的開いた状態でこう声を出してます。なのでまあ日本語と比べた時に比較的声が太くて、なおかつ喉の奥で響いているようなニュアンスになります。はい、それでは早速なんですけども、このネイティブっぽい喉の奥の方で響く声、これをちょっと作っていきたいと思います。まず、顎のこの関節部分にちょっとこう指を入れて、この辺ですね。ははは。で、顎が上に上がってこないようにします。 強制的にこうやって顎を下げておいて、えー、発音します。ははははははは、そうすると喉の奥でこう響くようなあのニュアンスの声になりません。で、この状態で日本語を話すとかなり滑舌が悪くなって話せないんですけども、英語って話せるんですよね。こんな感じです。例えばはははははこんにちは。初めまして。で、日本語だとかなり無理があるんですけどもはいはオイルウェイグッドシール英語だと普通に滑舌よく話せちゃうんですよね。 でこれがかなり発音上の大きな違いになってきます。で今回は、えー、コメント欄でちょっとリクエストのあった Divergent を使います。Divergent という映画がありますで、えーっと。これをちょっと使っていきたいと思いますで。このリクエストをいただいた方なんですけども、以前の動画のコメント欄でこの日本語訳をわざわざこう書いていただいたんですね。なので今回優先的にちょっと採用させていただきました。でもしよかったらあの今回もあの編集上、ちょっと日本語訳をあのつける隙間がないので、あのもしよかったらそのコメント欄にあの分かる方は 日本語訳をつけていただければ助かりますじゃあまず今回練習するパートのセリフを一回聞いてみてください字幕もつけるのでどのように音が聞こえるのかっていうのをちょっと確認してみてくださいどうぞ What you get pushed? No What's your name? w h a t <'s> Is that a hard one? You can pick a new one if you want But make it good You don't get to pick again Okay、uh, My name's Tris First jumper Tris <Yes! S 2> Welcome to Don'tless はい、いかがでしょうかえー、問題なく字幕通りにちゃんと聞き取れたって人は、えー、ここで、さよなら。で、聞き取りづらかったというふうに感じた方は、この先の練習を一緒にやっていきましょう。じゃあまず発声練習からいきたいと思います。軽く発声練習して声の出し方のイメージをつかんで、その後に実際のセリフを使って練習していきます。で、まず、顎を下げます。で、喉の力を抜きます。で、なるべく低く声を出してください。低く声を出すことで、えー、喉に変な力が入りにくくなるので。はい、いきます。ここにちょっとまた指を入れて。 ははははは。で、喉の奥で声を響かせる。この状態でまず単音を出していきます。は、ひ、ほ、へ、ほ。おそらくこういう風うに発音すると全部の音が繋がってくると思います。そんな感じでいきましょう。で、これにさらにアクセントを置いていきます。はは、ひ、ふ、へ、ほ。はい、その次 S でいきます。さ、し、し、せ、そ。

おそらく傾向としてみんなはっきりと発音しようしすぎちゃうと思うので、あの、かなりルーズに適当にやってもらって構わないと思います。音のニュアンスだけを真似るような感じでやってみてください。OK。そしたら実際にその映画の中のセリフを使って練習していきたいと思います。で、練習の手順はこんな感じです。まずシラボの発音で単音をはっきりさせていきます。で、それらが滑らかにつながるように発音できたら、今度はストレスを置いてリズムをつけていくっていうような流れでやっていきたいと思います。で、今回の練習はもうずっとここを、あの、こういうふうに指で押さえておいてもらったら、 いいんじゃないかなと思います。この声の出し方、日本語の滑舌が悪くなるポイントで発音練習していきましょう。はい、きます。w h a t you get p u s h e d w h a t you get p u s h e d w h a t you get pushed. はい、その次。No.No. No. その次。Is that a hot one? Is that a hard one? Is that a hard one? Hi someone You can pick a new one if you want. You can pick a new one if you want. You can pick a new one if you want something you must but make it good but make it good but make it good so let's see you don't get to pick again you don't get to pick again you don't get to pick again so let's see okay my name is Triss okay my name is tris okay my name is tris first jumper tris First jumper, tris. First jumper, tris. So, Welcome to Dauntless. Welcome to Dauntless. Welcome to Dauntless. So, hey, okay. What you get pushed? No. What's your name? Is that a hard one? You can pick a new one if you want. But make it good. You don't get to pick again. Okay, my name is Tris. First jumper, Tris. Welcome to Dauntless. What you get pushed? No. What's your name? What's... Is that a hard one? You can pick a new one if you want, but make it good. You don't get to pick again. Okay, uh, my name is はいいかがでしょうかかなり聞こえ方が変わってきたんじゃないかなと思います。はいというわけで、ですね、えー、今回の動画では、えー、ネイティブらしい声っていうのがどういう感じで出しているのかっていう、えー、そこにフォーカスして練習をやっていきました。はいそれではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time! バイバイ。